パリ北駅はフランスの首都パリ市10区にあるフランス国鉄パリ交通公団の駅。SNCF におけるパリの主要ターミナル駅の一つである。ラートメトロの路線ではガールディノールという駅名が使用され TGV などの遠距離路線、国際路線ではパリノールである。また地下にはラトップが運行するメトロ4号線、5号線の駅がある。 ラー E 線のマジャンタ駅、メトロ2号線のラ・シャペル駅も乗り換え駅とされており、地下通路により連絡している。パリ東駅も徒歩で乗り換え可能な距離にあるが、連絡通路はなく地上部を経由することになる。SNCF における利用者数は年間約1億9000万人で、フランス国鉄の駅のみならず、ヨーロッパにある鉄道駅の中でも最多である。 コンコース東端式ホームに停車中のタリス編成と、ユーロスター編成地上部分に、南北方向に、東端式ホーム28線、地下に、ラー用の島式ホームにメミ4線を有する。地上ホームは、西から順に1から21番線及び30から36番線で、以下のように使われている。ユーロスター用ホームの入り口には出入国審査場が設けられており、 チェックインを済ませた乗客以外はホームに入ることができない。これはイギリスが宣言協定に加盟していないためである。またトランジリアン用のホームの入り口には自動改札機が設置されており他のホームとは分離されている。地下のラー駅にも自動改札機があり近郊列車ホームとは改札内で連絡している。地上ホームの南端に接して1865年に 完成した駅舎がある。これは、ジャック・イトルフの設計によるもので、正面にはパリ及びの沿線の諸都市を象徴する23の女神像がある。駅舎内には、出発窓口や案内所のほか、レストラン、カフェ、郵便局、警察署などがある。4号線、5号線ともに、相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。校内全景気待機は、 北部鉄道のターミナル駅として八百四十六年六月十四日に開業し、同日に開業したパリアミアンディール線の起点となった。駅はすぐに手狭となったため、八百六十年には駅舎の一部を解体して敷地を拡張した。八百六十一年からイトルフの設計による現役舎の建設が始まり、八百六十四年には一部工事中の まま使用が開始され、1865年に完成した。ホーム全体は大きなトレインシェットで覆われており、これを支える柱は中鉄製である。この柱はスコットランド製であるが、これは当時そのような大きな柱を作れる鋳造所がスコットランドにしかなかったためである。その後も利用者の増加に伴い数度にわたって、ホームの増設や内装の変更が行われ、 さらに東側に近郊列車用のホームが増設された。また1906年にメトロ5号線が1908年に4号線がそれぞれ開業した。北駅はドイツ北部から北ヨーロッパ、東ヨーロッパ北部、東ヨーロッパ東部、ロシアへ至る鉄道網のターミナルとなり、また鉄道連絡線を介してイギリスへの列車も運転された。ロシア方面への 北急行やロンドン行、フレッシュ、ドールといった列車の始発駅であった。日本からシベリア鉄道経由でフランスに向かった場合も多くは東駅に到着した。1981年にラービー線の地下駅が開業したが、東駅を境として電化方式が北側は交流 25000V50Hz、南側は直流 1500V と異なることから、 直通運転は行われず、運行系統は当駅で分断され、乗り換えが必要であった。1983年以降、硬直切り替えのための地上設備が設けられ、順次硬直流電車が導入され直通運転が行われるようになった。1987年にはラーディー線が開業した。これらにより、地上駅を起点としていた。 近郊列車の一部が地下線経由となり、パリ中心部を経て南郊外まで直通するようになった。1993年には LGV 北線が開業し、フランス北部方面への TGV の始発駅となった。1994年のユーロスター乗り入れに伴い、3から6番線はその専用ホームとなった。ありがとうございます。